めっちゃすぐ目の前だったわ。いい笑顔。1920年代初頭にバンクーバーアイランドのアラートベイ地域から運ばれた4つの東天ポールから始まったそうです。それぞれが異なる部族によって異なる時期や地域で作られたもので、海からの客を招き入れるゲートとして海側を向いて立ってるそうです。東天ポールにデザインされている動物のシンボルは先住民の神話から伝わる伝統的なもので歴史を感じることができます。それぞれ異なったモチーフやデザインには特徴があり、形や色からも部族を特定することができるみた